1年の価値を理解するには落第した大学生に話を聞くといいでしょう。何それ。ちょっといいかな。じゃあ聞いて。1ヶ月の価値を理解するには未熟児を産んだ母親に話を聞くといいでしょう。1週間の価値を理解するには週刊新聞の編集者に話を聞くといいでしょう。1時間の価値を理解するには待ち合わせをしている恋人たちに話を聞くといいでしょう。1分の価値を理解するには電車をちょうど乗り過ごした人に話を聞くといいでしょう。1秒の価値を理解するにはたった今事故を避けれた人に話を聞くといいでしょう。10分の1秒の価値を理解するにはオリンピックで銀メダルに終わってしまった人に話を聞くといいでしょう。時計の針は走り続けています。だからあなたの持っている一瞬一瞬を大切にしましょう。そして今日という日に最大限の贈り物をしましょう。